皆さん、こんにちは。これから日本列島北海道編ということで、北海道について学びましょう。では、早速始めていきます。まず、北海道は日本で一番北にある都道府県です。そして、都道府県の中で一番大きいです。どれくらい大きいかというと、日本の面積の22.1%を占めるくらい大きいです。周りは海で、気温は東京に比べて低いです。北海道には多くの観光地があります。しかし、北海道は大きすぎるので、全部は行けません。北海道を車で一周するのに、およそ5日かかります。なので、行くところと行かないところを決める必要があります。今からは観光地を少し紹介します。一つ目は阿寒湖です。ここは北海道の東にある湖で、北海道の湖の中でも大きいです。北海道の素晴らしい自然を見て感じることができ、冬には湖が凍り、その氷の上から魚を釣ることができます。東京からは早くて4時間くらいかかります。二つ目はファーム富田です。ここには美しいラベンダー畑があります。最近では海外から来た人に人気になっています。東京からは早くて3時間くらいかかります。最後は登別温泉です。北海道で一番の温泉で、多くの種類の温泉があるので楽しめます。景色も良いので疲れている人にはおすすめです。東京からは早くて4時間くらいにかかります。これで日本列島北海道編を終わります。少しでも北海道に興味を持ってくれると嬉しいです。お疲れ様でした。ありがとうございました。